答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、子育て教育の阿部です。本日のゲームは食パンゲームです。もう本当に簡単で、今すぐにね、もう道具も使わないですし、この遊びを通すとですね、子どもの記憶力、実はルールを覚えたりするのを専門用語で記憶の操作なんていうふうに言うんですけど、そういう力が身についたり、あとはやっぱりこれいいですね、感情のコントロール、もっと皆さんが喜ぶ言葉では我慢力ですよね。何かやりたいけど我慢しなきゃな、一歩自分で抑える力身についていくと思います。ぜひ楽しみにしてみてください。この遊びはですね、これも年長さんぐらいから遊べますし、難しくても年中ぐらいから楽しみながら、できないのも OK だよねって感覚でやってもいいと思います。この動画はですね、お父さん、お母さん、保育士、学校の先生向けの動画で、例えば子どもの才能開発だったり、可能性を広げるようなチャンネルになっております。よろしければ登録もお願いします。では、早速ルール説明なんですけど、すごく簡単です。円になっていただいて、まあ、A、B、C、D って用意しましたけど、1人リーダーの子を言うと、リーダーの子は食って言います。次は、パンを口で言わずに手拍子するんです。そして次の子はまた食、つまり食、食っていう形で動いていくんですね。で、なんでこれで感情コントロールが身につくのっていうと、人は言いたいんですよ。食パン、食パンって言いたいんですよ。言いたいけども我慢して手拍子する、こういうのが実は感情コントロールに実はつながっていくんですね。なのでこの遊びをやっていくとそのあたり見つきます。あと記憶力ですね。これ実は食パン食パン食2回なんです。2周目はなんと3回になっていくんです。こんな風にして記憶の操作っていうのが上がっていくんですね。さらにアレンジ、面白いものいくつかお伝えさせてください。まず最初はルールの確認をしたいんで、この順番がいいんですよ。順番が。そしたら次はどうしていくかっていうと、まあ、指さしたりしても面白いんですよね。指さしたりしても例えば A の子が C の子に食って言ったら、 C の子はで、また次に誰か刺せばいいんです。 D の子足したら今度は D が食、一緒ですよ、食って刺して、 B の子刺したら B の子はまた今度は A の子を刺したりとか、そんな風にしても面白いですし、あともう一個面白いですね、手で拍手って誰が決めたんだと。足で拍手してみてください。体操座りしながら足で拍手、普段使わない体の動きなんで、もう子供もワーキャーワーキャー言いますし、足で拍手って結構難しいんですよ。そんな風にして盛り上がっていきますので、そんなアレンジぜひしてみてください。一応そんな難しくないけども、ないですけど、試してみますね。じゃあ A、B、C、D、1人4役いきます。4役。では今日は A 君がリーダーだとします。A 君が。では今から食感ゲームいくよ。せーの。食。B 君ですね。食。食。1人でやったら意味わかんないですね。今こう、1人ずつ動いてたんです。A の子が食。食。食。こんな感じ。こんな感じ。途中で逆回りとかにしても、面白いと思いますし、本当は頭使って道具も何もいらないので、ぜひぜひ楽しみながらやってみてください。本日は食パンゲームでした。ありがとうございました。